ども、まあ、小池さんというのは私はあの都知事としてあまり良くないという印象なんです。一都民としてですね。で、その、でも一方で小池さんは東京の財政力、これは例えばですけれどもノルウェーとか、チェコとかですね、そういう一つの国の経済規模ぐらいのものを東京が持ってるわけなんですよ。それを結構フルに使って、様々な利権だったりとか、おそらくですよあと子育て政策とかっていうところにもお金を分配してるんですよ。ある意味での人気取りっていうのはバランスよくやってる人だなっていうのを印象を受けます。だから積極財政ってことを私たちは訴えてますので、さらにできるだろうっていうふうなことの思いは小池さんには持ってるんですけれど、でもやっぱり人権感覚っていう部分では小池さんはちょっと私は欠落してる部分があるんだなっていうふうに思うんです。どっちかって言ったらレイシストよりかなっていうふうに思うんです。そう考えたときに、そこの部分をやはりバランスよく取れるのは蓮舫さんかなと思うんですけど、でも蓮舫さんはどっちかって言ったら行革って言葉を持ち出す、どっちかって言ったら無駄を見つけてお金を出していこうという考え方、まあ一般的な自治体、地方自治体においては当たり前の考え方だけれども、これだけ巨大な経済圏を持っている東京であるならば、ここはさらに積極財政、無駄を見つける前にどんどんやっていけるはずなんですよね。そういう部分を考えると、なかなかこの人でっていうふうにはなかなか私たちとしてグループとして応援するっていうのは難しいっていうところでございます。で、他にも、石丸さんでしたか。まあ多分一生交わることはない方かなと思います、私たちとは。はい、あの様々なお話はされているところではあるんですけれども、じゃあ結局何をするのかってことには踏み込まない。具体的にこれをする、私たち具体的すぎていろんなとこから突っ込まれたり叩かれたりするわけですよ。逆に言ったらこれをやるんだって言い切った場合にはそれぐらいの逆風が吹くのは当然なので、だからその寸止めの具合がすごく頭いいなと思います。はい、でもある意味でどっちかっつったら私から見るとエリート側の主張なのかな、どっちかっつったらっていうふうに思えるっていうか、どっちかっつったら維新と交わるっていうのが一番なんだろうな、共に輝くんじゃないかな、存在感がって思います。新自由主義寄りの人だなっていうふうに私は思いますね。そんなところです。はい。